いいよ。はい、今プーケットのカロンビーチに来てます。で、パトンビーチ泊まってるんですけど、スクータービッグスクーター 250cc のビッグスクーター借りて、ここまで来ました。で、これからプーケット一周するんですけど、まあさっき午前中まで雨降ってたんですけど、今かなり晴れてきてるんで、ね、絶好のツーリング日和ですね。結構カロンビーチ、パトンビーチと比べて人々が少ないですね。あんまり人はいないです。で、のんびりと過ごしたい人はこの辺りかなって感じがしますね。ただまあパトンビーチまで一つか山を越えないといけないんで、まあ結構遠いですね。まあそれでも15分ぐらいで、15分20分ぐらいで行けるんで、ここもいいとこですね。結構カロンビーチですね。